君に笑顔を届けます。君にスマイル、君スマ、始まるよ。はい、始まりました、君スマチャンネルです。今日はですね、はい、皆さん事前にスタッフさんから聞かれていたでしょう、はい、なのでそれをちょっと答え合わせみたいな感じでやりたいんですけど、はい、価値観意思疎通検証をやりたいと思います。もう余裕だろ、10年も一緒にいるんだもん。で、事前にスタッフさんからそれぞれのメンバーに、くら寿司といったら何、マックといったら何、スタバといったら何、サーティワンといったら何、ミスドといったら何の5つの質問が来ました。例えばマックだったら単品なのかセットなのかとかっていうところまで書いてくださいとか、サーティワンだったらアイスのサイズもみたいなっていうのもしてたんで、それが見事に合うのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。これはあれですよね、自分がこうっていうよりも合わせていこうねっていう感じで選んだんですよね。そう、合わせましょうっていう、自分だったら絶対こうやっていうのは絶対あると思うんですけども、今回はガールズの中で合わせるっていう体で皆さん答えていると思います。でそれが実際に用意してもらって、はい、ここに出てくるらしいんですよ、はい、だとしたら私自分の頼みたかったな。いや私食べるんだったらマジで食べるんだったら、とりあえず1個ずつ検証していきましょう。はい、まずはくら寿司から。これは私ひーちゃんに合わせて選んだ。私多分。ああそうなんだ。ジュンナは、私はもうマジ分かんなかったけど、きっとみんなこれ食べるかなぐらい。ただね、これみんな そもそも好きだと思う。私も自分で食べるし、ジェナがもしかしたらこれなんじゃないかなってことだよ。でも最近ね、ジェナ変わったの。私迷ったんですよ。ひーちゃんとこの前お寿司行ったじゃないですか。え、行ったんですね。あ、行った行った行った。名倉さんとだよ。名倉さんと3人で。その時にひーちゃんこれ最初に頼んでたような。あー、じゃあ合ってるかも。ね、せーの。はい。あー、迷ったんですよ、サーモンと。何これ、マグロ、ビンチョウマグロ、アビントロです。いやいや、ないでしょ、絶対ないでしょ。合わせる、絶対ないでしょ。最初サーモンって書いたんですけど、第二の選択肢でこれ。ないないない。第二で次私あれだったよ、ジェナの英雄ヒレじゃなくて。私は何、英雄ヒレは違くない、おつまみだよ。ビントロじゃなくて縁側。縁側。ああ、私はチーのイクラにする。あ、イクラ食べたかった。迷ったの、イクラかサーモン。じゃあジェナ合わせか、はこう血合わせかで選んだやつ。私はもう兄ちゃんがこの前サーモンばっかり食べてたからこっちにした。いや、私もサーモン好きですよ。あのオニオンサーモンと迷って。ねえ、なんで違うじゃん。もうそれ違うの、好きなものじゃん。ということでジェナさんだけアウト。食べられないということですか。そういうことにしましょうか。うわー、よかった。お腹空いてたんだ。やっぱサーモンだよね。サーモンっすね、うん、みんなもサーモンだと思った。一般の人はサーモンかマグロで絶対回るよね。そうそうそう。いただきます。寿司食べなかったな。まあもう次はマック。え、ジェナと合うかな。じゃあ、いや、いや、ね、この人合わせる人ないですけど。いや、違う違う、迷ったんですよ。いやって何。いや、一般的にはこれだけ頼む人いいんですけど、メンバーが。では行きます。はい、せーの。はいはいはい。うわ、そう、これで迷った。私ジェナがこの前チーズバーガー頼んでたから。ちなみに今チーズバーガーのセットがないんですよ。え、そう、ハッピーセットなんですよね。うわー、ほんでなんかセットだったら飲み物は絶対これだよねって、多分コーラだと思って。コーラ、コーラを頼んでみた。私はセットで合わせるのむずいなって思ったんですよ、ハンバーガーを食べてないじゃない、そんなに私たち、ジェナは食べてるかもしれないけど、でもこれっていうやつないなって難しいと思った時に、みんな絶対このチキンナゲット食べてないって思って、うん、食べるでしょ。でみんなマスタードじゃん。マスタードだ。だからこれかなって思ったの。私もナゲットかポテトって思ったけど、ポテトです。もうセット以外の選択肢がなかった。これはみんな食べない。お願い食べさせて。お願い食べさせて。え、もしセットってなったら何頼みますか。てかバーガーだったら、自分でね、はい、フィレオフィッシュ、テリヤキバーガー、チーズバーガーでしょ。昔テリヤキでした。じゃあ次、次行くので、ミスド。これは私自分合わせにした。私もチー合わせにしました。これでジェナがジェナ合わせなんだろうな、どうせ。ジェナは合わせられない。きっとジェナだけなんかあの粉とかついてる系のやつ選んでた。では、はい、行きますよ、せーの。イエーイ、みんなポンデリングで
もう完全チー合わせ。確かにイメージがめっちゃ強かったですね。これしか食べんもん。みんなは何食べる？ココナッツチョコレートです、うん、あ、 あれね。ほんでダブルショコラ。でもあれ店によってないですよね。うん、うん、ない。私の大好きサーティーワン、キーちゃんに合わせた。本当？うん、いやでも合わないかも。え、私は私に合わせたけど、うん、チーがそこまで知ってるかなっていうところ。兄ちゃん2つ好きじゃないですか。2つ好き。それの1個。あ、もうじゃあ、2つ好きだったでしょ。でも私は違う、うん、どっちにしたの？甘い方。でもうわー、やったー。もう分かってよ、何て言わんだよ。違う方じゃ頼んだかも。もう違う方とかっていう概念じゃないんだよな。待って、でもジェナと私揃いそうじゃない？あ、うん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 、ね、うんうん、いや、違うんです。何が？あ、すいません、ちょっと違います。何合わせに来てないってことだよ。なんでよ、ひーちゃんなら分かってた。ひーちゃんだったら分かるけど、合わせに来てないってこと。で、そんな分かった。ひーちゃんじゃなくてジェナはクッキー&クリームを頼んだ。もう全然合わせないじゃん。いや、すぐの言えちゃったんですけど、それがサーティワンであるんかなって止まりました。せーの。あ、間違った。しかも2つ頼んでる、ちゃんと。え、完全に間違ったな。チョコミントって思ってたんだけど、なぜかホッピングシャワー頼んじゃった。でもそのなんかそのホッピングシャワーの、ね、違うんだよ、チョコミントなの。え、私ホッピングシャワー好きなんて言っとったんだけど、ね、そう、この前これが発覚したのに、うん、なぜかそれもそのイメージ締まります。私もそれでずっと思ってて、パチパチ好きですか？パチパチ、それ、うん、好きじゃない。パチパチ好きじゃないから頼まないの。私でもこのイメージあったかもしれない。怒られないよ。なんでこっちにしたんだろう。え、私と言ったらこれじゃないの？違う、私の頭の中ではこれだったの、うん、え、もう一個のやつはこれだった、うん、もう一個もこれだった。あ、じゃあキャラメルリボンかクッキー&クリームと思ったらどっちもだった、うん、私はあのクッキー&クリームしか食べません。失敗したんご。え、また食べれないじゃん。いや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 、なんで分かってたのに。いやいや、私の頭の中がちゃんとなんでこっちになってんだよ。最悪だよ、私の好きなサーティーワン。最悪だよ、ジェラとは一生合わないわ。なんでジェラは合わせに来ないの？次はスタバです。スタバ。ジェラに合わせました。けど細かいのはやってない。え、あ、まあ、うーん、これここまでっていう感じで。私もそこまでですね、うん、っていうので合わせました。サイズな。でもサイズは私サイズ迷ったんだよな。ジェラに頼まれる時のサイズ。え、知らん、私パシリに使われてないからわからない。使うのよ先輩はパシリ。でかいかな私。でかいかな。それでは、はい、せーの。あー、でかい。でかい。ここにでメモ貼ってくれてますよ。グランデにしてしまった私。じゃあその名前からよ、はい、お茶の、はい、せーの。イングリッシュブレックファーストティーラテ。おいしゃー。でサイズが私がグランデ、うちらがトール。トールか、グランデ頼んでなかったっけ。チーは私オールミルク。オールミルクで終了。ブレベミルクに変更。おっ、ただオールミルクではない。あ、うん、ジェナはオールのブレベ。オールブレベです。なんか最近それくどいからやめたって言ってたのはパリーズか、ね、ー惜しかったね。でもこのいい感じに重なってこう重なってないみたいな、ね、悔しい。でもほぼ一緒でしたね。そうだね。でこことここが混ざればこれよ。イエス。あ、そっか、オールミルクでしょ。こっちブルベミルクだな。茶は合ってますから。茶は合ってる。ギリオッケー。飲ませて。ギリオッケー。いただきます。いただきます。いや、これはもうオールミルクとブルベミルクが合ってたからいいでしょ。何にする？私はイングリッシュブレックファーストティーラテトールサイズ、ティーラテ、ミルクを低脂肪ミルクで、シロップなし。え、ひとみさんの私は、あ、いいでしょ、いいでしょ、はい、え、なんだっけ、え、予想って言ったら、あの、チャイ、チャイティー。いや、チャイ嫌いですよ、この人。そう、シナモン嫌いですよね。嫌い。なのになぜかチャイのイメージがあるんですよ。ねえ、もう何のイメージ、どこのイメージ、どこの女と間違ってんな。ねえ、私とジェナ同じじゃん。シナモン嫌いじゃん。不思議だなって思ってチャイを書くのやめました。怖い。カニちゃんもだっていつもイングリッシュブレックファースト。私はインシリック。インシリック。
イングリッシュブレックファーストティーラテの、バニラシロップ追加とホイップクリーム追加。あ、ちょっとでも難かったな、ね、お題が難かったな。でもジェナさんがくら寿司は頑張ればいけたよ。いけたよね。あれはいけたよね。2択だったんですよ。でマックも2択だった、うん、マックは私だな、完全に欲張ったわ、うん、そんなみんながセット食べるわけないじゃん。あとさ、みんながさ、これが一番好きっていうジャンルがちょうどテーマがさ分かれてたじゃん、まあ、マックはさみんなだとしても、うん、ミスロだったらチーがさ、うん、一番ミスロミスロって言ってるから、うんうん、じゃあチーに合わせよって思えるし、サティワンサティワンって私が言ってるから、うん、サティワンは本当だったら私に合わせるわけじゃないですか。合わせたつもりだったのに、なんでだろう。スタバはなんかそのめんどくさいことよくやってんなっていう意味でじゃないじゃないですか。あ、そう、ね、私そうカスタマイズをね、クッキーのクリームとミントチョコにしたらよかった。チョコミントね。というわけで、はい、見事全部あったのはミスドだけですね。お、よかった。ミスドだけでございました。まあだから10年近く一緒にいてこれかって話しょんぼりしょんぼりちゃんと好み分かってくださいね皆さん。分かりました。今ので学んだよね、はい、学びました、学びました。なのでまた一つ仲良し度がアップしました。ピコーンとかな。はい、というわけで、いいねと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、私たち仮面ライダーガールズでした。